ことなんですけども、そうですね。マガジンについてなんですが、今のところ仕込み線に法というのが一番力を入れておうということは言ったんですけども、あとメールマガジンですね。あと、ガンガンメールを使うためにどうしたらいいのかというのもやっているんですが、あとは、どうなのかなという感じですね。で、今、じゃあ、では、まあ、どう言えばいいんだろう。で、今、力を入れている、思考の整理方法はどう書いてていいのか。まず、思考の整理方法で書いているのは、そうです。まずは文字に、とにかく文字を書くことを推奨しています。考えをまとめるために、今こうやって文字に書いているということも一例なんですが。